愛新架倉種妖精2年12月14日は中国清朝の皇族。康熙帝の次男、李密新皇。名は妖精帝の即位後に、上、と改めている。種、康熙帝の最初の皇后である皇帝仁志皇后の男子として生まれるが、母は南山で死去した。後期15年、種はわずか2歳にして皇太子に建てられ、 母方の王子にあたる孫悟手が県政を得ていたこともあり、周囲の期待のもと、英才教育を受け成長した。高規定はだね、を非常に可愛がり、遠征中に、自筆の手紙を何度も差し出したり、一緒に狩りに行ったりした。また、成人しても、爵や領民を与えず、部屋住みにした。これは定位を円滑に継がせたいための処置であった。ところが、 ガルダンハーン討伐で他の巫女たちが功績を挙げたので、高規定は6人に爵位と8期や領民を与えた。旗は元来はそれぞれ独立した部族集団であり、新朝初期の皇帝やその前身の後金の藩は満州の部族連合の長として合議で選ばれており、皇帝が皇太子と定めても定位を告げる保障は必ずしもなかった。そのため、 格旗の貴人は壮烈な党派争いを演じ、陰謀が巡らされた。また、満州人には、長子相続という慣習がなく、中国式の皇太子の地位など巫女たちには、納得がいかず、兄弟皆同格だと認識していた。そうした中、後期42年に種の後ろ盾でもあった孫悟が、クーデターで失脚すると、種は孤立して、自暴自棄となった。 後期四十七年秋、内蒙古に赴むいていた際に、後期帝は同行していた種をひざまずかせ、涙ながらに、このように激しく叱責した。泣きながら種を逮捕させた、後期帝は、悲観のため不眠症となった。その後、北京への帰還の際に皇太子を正式に廃した。種が廃された後、皇長子の種が、こう。 ヤコの種を新たな皇太子に推薦した。しかし、種が半種の中心人物であったことを知り、皇季帝は怒って、ベーレの釈位を取り上げた。さらに、皇、三つ子の種実が、種は、ラマに頼んで、廃大子に図書を仕掛けたと直訴した。調べたところ、廃大子の部屋に図書の証拠が見つかり、種は、軍王の釈位を取り上げられ、監禁された。 その後、高規定は、狩猟に出かける際に種、に会うと、種は人が違ったように穏やかになっており、以前のことは思い出せないと語った。高規定は、やはり魔法にかけられていたのだと言って喜び、高期48年春に、再び皇太子に立てた。しかし、種、が初大臣との宴会を通じて、皇太子となるものを築いたことを知ると、高規定は軍総領、保軍僧侶、 と、こちらを処刑し、種は、後期51年に、再び配立、遊兵された。後期帝が崩御すると、異症により、後四子の種、が即位し、その翌年の陽精2年12月14日、種は、獄中で死去した。ありがとうございます。